はい、それではですね、十進表記から二進表記直す例題をちょっと一つ、まとめ、解いてみたいと思います。例題は次のようなものです。マイナス91.1を二進数で表記しなさいというものです。で、小数は以下の通り表すことにします。まず、有理数は、有限小数か循環小数で表す。それから、無理数はですね、小数第9位で0者一入すると。0者一入という言葉は、ちょっと馴染みがないかもしれませんけれども、小数第9位が0だったらば切り捨てるし、1だったらば繰り上げるっていうことですね。だから十進数における四捨五入と同じアイデアだと思ってください。ただ二進数は1桁の数の値が0か1しかないので、だから4と5で分けるんじゃなくて0と1で分けるということをやっています。それからもう一つポイントはですね、今回負の数を2の歩数で表すっていうことをやるんですけれども、この負の数は整数部8桁の2の歩数で表すことにします。ですので、ここはちょっと2の歩数の表記をもう一回復習してみてください。一応前回、以前ですね、2の歩数の表記を学んだ時には、これ整数に対して行っておりましたけれども、これはアイディア自体はですね、小数が入ってきても同じように使うことができます。一応それを知ってもらうという意味でもこの例題を行います。さて、これまでのですね、今日説明した計算も含めまして、まず91.1のですね、十進数を二進数で表記するということがまずできます。で、まず91.1は整数部と小数部に分けて、それぞれ二進数に変えましょうということで、まず整数部の91っていうのは101001という二進数で表すことができますし、それから0.1ですね。これ10分の1を先ほど二進数の循環小数で表記しましたように、このような循環小数で表記をすることができます。そこで以上の結果を使って、まず十進数の91.1を二進数で表しますと、これ両方の結果を合わせて、こういう形で表されます。で、今回整数部は注意していただきたいのは、これ2の歩数を使うんですね。整数部8桁で2の歩数を使うので、一応整数部の上位桁8桁まで0の数も0っていうふうにちゃんと書いておきましたので注意してください。で、これに対してマイナス91.1っていうのを、この2の歩数を用いた二進数で表すとどういうふうになるかというと、基本的には0と1を全部各桁反転させた形になります。こういう形ですね。0を1にして1を0にすると。で、その際に一つだけ注意があるんですが、循環小数の2の歩数表示に関する注意で、循環小数を符号反転させるときはですね、その整数のときにやっていたように末尾の桁に1を加えることはしませんっていう点に注意をしてください。すなわち、91.1がですね、今こういう形で表されていたのですが、これに対して2の歩数でマイナス91.1を表すときには、整数部はもちろん1を0に、0を1に全部変えていくんですけれども、小数部も1を0に、0を1に変えていくだけで、末尾の桁に1を加えるということはしないんですね。で、なぜしなくて済むかというと、それはこれ循環小数の表記だからです。循環小数の表記ですと、00112110を加えると、これ1111になりますよね。そうすると、この循環小数2数を加えると、この値というのは11111111っていうふうに、こう1がずらーっと並んだ桁になるんですけれども、皆さん実数の連続性っていうのをやったと思うんですが、実数の連続性に実はこれ合ってる数列なんですね。2のマイナス n 乗の和という数列になっていて、で、これは単調増加で、しかも上に有解な数列ですので、収束します。で、その収束先は1なんですね。ですので、こういうことから、循環小数の2の歩数を取るときには、全部1と0を入れ替えるだけでできますということに注意しておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、今回はですね、フォーナー法による一変数多項式の評価について説明をしました。で、それからフォーナー法のアルゴリズム
を説明しました。で、計算量の見積もりはこれから皆さんにやっていただきます。それからと、フォーナー法を用いて非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換の手法について説明をしました。で、次回、第6回ですけれども、次回はですね、多項式や多倍調整数の乗算、それから多項式の除算について、紹介していきたいと思います。教科書ですと、テキストですと、それぞれ、2.3 節、2.4 節になりますので、必要な人は予習をしてきてください。それでは今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。